はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。アキトです。前回は、なんだっけ、本家をね、本家で、シュートシオンをいじり倒したけど、今回は、文家の方、久しぶりにね、文家の方で、行きたいと思います。っていうのも、シオンから、シオンにね、早く一生の友達を作ってやりたいんだけど、スオとね、やっぱ仲良くしてほしいんだけど、なんか落ちてる。何これ？ヘリコプター。スオとシオン仲良くしてほしいんだけど、やっぱね、スオの方からも行かなきゃダメだと思って、あ、ウイさん、ウイさん仕事や。地位は社交がさ下がって寂しくなっているけど、もう誰も相手にしてくれない。ウグイさん、仕事行こう。いってらっしゃい。ウグイさん、まあ、三つ葉は、稼がなあかんね。お仕事しよう。犯罪ジャンルの新機軸。重要人物の伝記を書いてもらう。本がもう書けている。あ、いや、んなことはなかった。ちょっと三つ葉は、クライアントとチャットして、伝記を書こう。SO は、お仕事前、とりあえず、プログラミングを。何？あ、テレビゲームの作成を再開しようか。魅力スキルも上げんとあかんしな。で、チーはそこで何をしている？寂しくなってんの？ チーはとりあえずトレーニングをせなあかん。持久走。論理学スキルも上げたいんだけどな。持久走下の字に。おっとっとっと。人数が減ったからね。人数が減ったから、このサギさんあまねルームがね、余ってんのよな。余ってるから、ウグイスさんが、ウグイスさん帰ってきた。そのスタイルはおしゃれなの？生まれ変わり請負に。ファッションセンスとして、そのスタイルはどうなん？
あ、地位がもう、やばいことになってる。地位はちょっと、食事とかしつつ、ウグイさんに構ってもらおう。そう、もうご飯食べよう。そうか、地位と行動がかぶってしまった。ちょっと地位はウグイさんに絡んでいこう。ウグイさんに愚痴る。ああ、スオにも、スオの一日を明るくしてあげよう。あと、料理について語っとく。あとは、音楽についても語っとく。なんで、二人とも食い終わって、なんで飯を持ってトイレで集合すんの？ 何やってんの？三つ葉はもう本書き終わった。早いね。で、ちょっと、クライアントに送ると。なんで3人でトイレに。お、願望達成。もうこれで完全クリアか。で、ちょっと、お金持ちミッションクリアしたから、今度は、三つ葉、何に行く？三つ葉、どれかな？豪邸をもう、豪邸をもありな気はするけど、いやでもこの、家族方面、でもいい気はするな。ちょっと、まあ、せっかくね、ウグイスさんと結婚してるし、どっちか。でもこっちかな。最高に幸せな家族。これでいこう。三つ葉は子供用品を買いたいね。ちょっとこの家、そろそろ、そろそろ子供を、4人全員集合。いや、もう仲良くすんのはいいんだけど、とりあえず一回みんな寝ようか。トイレの床に皿を置くなって。あ、チエがスオーとのメモリーを獲得している。スオーは論理学スキルを上げたいんだけど、
そういえば食料はどんなもんかな。ちょっと、作ってもいいかもね。あ、詐欺さんが来てるで。詐欺さんが遊びに来てる。うぐいさん起きる。起きようか。起きてちょっと詐欺さんと友情のハグでもしとこう。あ、ちトイレが壊れてるわ。うぐいさん、サイさん、夜に家の前で。友情の体当たりもしとこうか。あ、もうなんだろう。一日を明るくしとこう。で、写真スキルと絵画スキルような。ウエスさん、写真撮っとこうか。あ、詐欺さんが行ってしまう。またか壁しか映らん。ちょっとウグイさん、こっちに移動。ここに移動してきて、なぜか誘惑的になる詐欺さんの写真を撮ろう。写真撮れない。なぜ？いい。はい、チーズ。よし。じゃあ、寝てください。チーはまだ起きてたのか。チーちょっとダメになったものを片付けて、あと料理もしてもらおう。子羊のスペアリブ、俺が食いたい。スーをそろそろ起きてもいい感じが。スーは起きて、なんかギターの位置が、スーをせっかくだし、詐欺さんと、詐欺さん暇すぎてドリンク作ってっからね。そしてチーがもう日々のトレーニングでめっちゃスレンダーになってんね。お、スーは詐欺さんと遊べんかったん。詐欺さんがまたドリンクを作りにいらっしゃったけど、
チェスの対局を見る。ああ、これチーのコマンドか。そうだな、スオは魅力スキルも上げなあかんし、とりあえず一日を明るくしていこう。会話を楽しみつつ、じゃあチーは寝よう。チーは寝てくれ。お、三つ葉が走ってきたけど、三つ葉は、あ、ご飯。待って、チー、寝る前にご飯を片付けて。スオは、そうだ、魅力スキルを、あ、いいお友達になってる。魅力スキルを上げてもらうためには、三つ葉に料理について教えていく。あの、深夜だからな、ここにシオンを呼びたいところだけど、深夜だからちょっとやめときますか。で、スオは修理やアップグレードもせんと、アップグレードできるかな。アップグレード、あ、マットレスの強化ができる。ちょっとこの辺のアップグレードできそうなものを片っ端からアップグレードしていってもらおう。三つ葉は、ちょっと、ウグイスさんとの間に子を設けてほしいんだけど、今何やってんの？あ、ゲームしてんのか。この短距離のランニングなんだ。はい、じゃあゴミ捨てをして、で、それからちょっとウグイスさんといい雰囲気になってもらう陰謀論を教える。お、スオの器用さスキルが。ロケットの中でウフフなことをする、ちょっと試してみたいんよな。ウグイさんとのメモリーが。ロケット行こうぜ。子作りを試みるインロケット。
そしてこのいいムードの中、スオがこうチラ見して通り過ぎていくっていう。ちゃんと二人のこう離れを作ったにもかかわらず、ロケット、しかも走って 宇宙服に、だってどういう状況？飛び立つの？ロケットの中でウフフなことをするっていうのは、飛び立つんですか？俺はちょっと想定外やった。マジか、まさか飛んでいくとまでは思ってなかったから、ちょっとだいぶびっくりしている。スオは順調にアップグレードミッションをクリアしてくれてるね。ウグイスさんとミツバは旅立ったきり帰ってこんけどいいんだろうか。この辺とかはアップグレードできんかな。アップグレードを再開する。お、帰ってきましたね。おかえり。ミツワはとりあえずシャワー浴びたら妊娠検査も受けとこうか。ウグイスさんは特に必要はないけど、追廃しとこ。で、それから、絵を、絵画スキルを上げてもらえますか。いやー、なんかぶっ飛んでるな、いろんな意味で。みんなのびのびと生きている。スオの論理学スキルを上げてやりたいけどな。はちょっと話し相手に飢えてんね。コミュニケーション取ってこう。三つ葉にね、なんだろう、料理についてちょっと教えてやってほしい。よし、スオも話に混ざってる。新しいアプリについて話す。スオっぽいな。で、ウグイスさんがなんかかっこいいを書いてんだが。ロジックパズルについて話す。論理学をね。
アートを褒める。ウグイスさんはゲームしてる？もうちょっと絵画スキルを上げていきませんか？お、スオのスオのメモリーが愛おしい相手、そうだった。ペット扱い。そりゃ三つ葉は妊娠検査は結局してなくね。妊娠検査受けてください。今今日は金曜日だから、まあシオンはね日中小学校に通っているはず。お、ミツバが妊娠しました、おめでとう。とりあえずチエに報告しよう、ビッグニュースを。あ、ウグイスさんにもビッグニュース伝えていく。ビッグニュースを教える。大丈夫、リアクション的にはそれで合ってた。あ、三つ葉もうすでにお腹が太ったわけではなく、ウグイスさんもビッグニュースを聞いて有頂天になっているようですね。じゃあちょっとウグイスさんはチーの落書きがチーの落書きが残されてるけど、あ、三つ葉はいっぱい食べないといけないね。いっぱい食べて育ててください。お、あと、あ、虫がたかっている。殺虫剤スプレー。スオーは、あれ、うぐす、待て、スオが、ウグイスさんは何だろう、抽象画とか書いてみる。三つ葉はフリーランスの仕事はしようか。どれ、レベル10あった。バイオグラフィカル出版。クライアントとチャットしてください。電気、
その殺虫剤が効くのか。いつもルンルンで殺虫剤かけまくってるけど、かけすぎじゃね。害虫絶対殺すマンみたいになってるやん。水はね、妊婦さんになりましたんで、とりあえず、まあまあ無理をしないように。スオも仕事行って、ウグイスさんも仕事まであと2時間か。衛生が若干下がり気味なの気になるけど、歯磨きとかしとく。抽象が、うん。ウグイスさんが傑作を書き上げたようなんで、まあ、せっかくの傑作、額縁に入れますか。この家もだいぶいろんな絵が増えてきたけども。そうだな。こんな感じで。ああ、こっちにするか。こっちにしよう。ウグイスさんは、ウグイスさんは、ご飯も食べとこう。友達を増やしてほしいな、そういえば。お、買い占めオファー。ライバル社がスオの超軽量スピーカーの買収をオファーすべく内密に彼に連絡をしてきました。スオは売却して金を得ることも、あるいは製品を支持して成功を望むこともできます。買い占めか。まあ、スオは、どっちを取るんだ？取っときたいそうなので、取っておくを選びました。あ、評価アップ中。スオの選択が正しかったようだ。ウグイスさんは、とりあえず、ご飯食べたら、もう、1枚くらい、絵を描いてもらって、あ、自信のある絵を描いてもらおうじゃん。三つ葉は今、執筆中か。空腹ゲージがまだそんなに減らんねえ。空腹ゲージは大丈夫だけど、膀胱ゲージが。そしてウグイスさんがまた一つ傑作を書き上げたようですね。ウグイスさん帰ってきたら額縁、自信のある絵を飾ろう。あ、これ、普通に今飾れるか。よし。三つ葉は一回寝て、で、起きたら、実は起きたらご飯を食べよう。で、それからまた執筆を。
こっちか。執筆を再開するには？なくね？地位がようやく宇宙飛行士訓練生になったみたいっすね。昇進を得と。でもまだまだトレーニング頑張らんとあかんな。スオはそんなところで寝ているけども、寝るんだったらアップグレードしたベッドで寝よう。ち、そ、その格好で家の中をうろつくの。あ、スオが随分スタイリッシュな服装になっている。三つ葉もご飯を食べよう。本を書くのはそれからね。あれ。電気を書く。電気が？これか。そういや、ミツバスオウにビッグニュースを教えてないな、まだ。一日も明るくしていこう。いや、つうか、スオウが一日を明るくしてあげよう。あれ、一日を明るくする選択肢が出てこないんだ。あ、当たった。ウグイスさんも帰ってきたと思ったらそんなところで寝ていたんですか。チーはひらめいて絵を描くのはいいけど、寝よう。スオウも一回寝てからちょっとシオンを呼び出そう。実はちょっとこの辺の片付けをお願いしたいな。さあ、じゃあ、スローが。お、サギさんから電話が来てるけど、スローは今、寝てます。各自、日課の方もこなさないとな。人数多いってことね、日課をこなすのが。ね、ちょっと筋力もつけていこう。伝説のトレーニング。人数多くなると、なんだかんだ日課をこなすのを忘れがちになってしまう。
SO はプログラミングやったら、シオンがいねえ。シオンがいねえ。これは、出かけるしかないな。シオンと友達になっていなかった。あ、三つ葉が仕事が早いね。よし。OK が出たようだ。三つ葉は、そうだな。ご飯はまだ大丈夫か。そうだな。三つ葉に何してもらおうかな。しっかりお仕事してもらうか。レベル9。クライアントとチャットして、ミステリー小説を。ミステリー小説、途中のがなかったか？ミステリー小説を書いてもらおう。あ、スオはもう、起きてプログラミングをしてくれ。プログラミングが終わり次第、シオンのところに行こう。チーはトレーニング頑張ってね。チーの楽しさがな、ガンガン削れていくんよな。楽しさ削れたらとりあえず、バイオリンでも弾いてもらおう。もうかわいそうや。激怒してる。楽器触ったら多分機嫌良くなるからね。スオもプログラミング完了してんね。よし、ちょっと出かけよじゃあ、お隣、本家の方に。前回はもうひたすらシオンからね、絡みに行ったからね。今回はスオウから。さあ、シオンはどこかな？シオンはどこ？シオンいなくね？あ、おったおったおった。シオンに、そうだな。そう、この家はね、マジ集中できる家だからね、論理学スキルとか伸ばすのにはもう、うってつけようね。よし。いやー、微笑ましいな。シオンの一日を明るくしていこう。
相手のことをもっと知る。ゲージが半分ぐらいないよな。魅力スキルを上げつつも、待って、ケイタと他人になっちゃってんだけど、ハイネちゃんとはちゃんとつながりがあった。しばらくケイタと関わってなかったから、シオンの特質について。そうだな、お、いい友達になりました。一生の友達、あと少し。ちょっとケイタやハイネちゃんともコミュニケーションを取りつつ。あ、違う。愛おしい相手。スオはシオンに憧れ、そのさらなる成功を願っています。憧れている。一応、甥っ子ポジションないよな。ハイネちゃんとスオが兄弟ってことになってるから。シオンを笑かしていこう。あ、でも順調にこのゲージが伸びていってる。いやー、シオンをな、高校生にするかどうか。いやー、まあでも早く成長してほしさはあるんだけど。さあ、じゃあ、まあぼちぼち、お別れ選択肢がないな。帰る世の声かけがないな。じゃあ、まあ普通に帰宅しようか。スオはテレビゲームが好き。まあ好きなのか。あんまゲームしてるイメージはないんだけどな。やっててもパズルゲームみたいな。よし、じゃあシオンとの距離感も順調に縮まってますね。三つ葉は何をしている。本は書けた。ミステリー小説書けてない。うちは
行動がダブってしまっている。うぐいすさんはもうちょい絵描こうか。スオはね、魅力スキルを上げていこう。あと、チーと一緒に、チェスとか、するといいかもしれない。二人揃って、チェスを拒否った。ちゃんと席を立ってチェスしてくれそうやね。三つ葉、執筆ある程度まで行ったら食事と睡眠を。ウグイスさんまた さっき書いてたのとはまただいぶ違った雰囲気の。違う、うぐいすさんはごめん、違ったわ。うぐいすさんはひたすら絵を描く。スオは絵を描かない。スオがチーと一緒にチェスをする。せっかくだから会話をしつつ、一日を明るくしつつ。はい、ウグイスさんは絵を描いて。さっ、古典画にしたっけ。あ、三つ葉もゲージが黄色くなってた。みつはお腹があっという間に大きくなったね。妊娠中期。いや、人数減ったとはいえ、4人がね、一つの部屋に集まってくるっていう。仲良しで何より。スオと、ウグイスさんにメモリーが。ウグイスさん、1時間後に仕事
仕事に行ってもらおう。チーはちょっと料理をしようか。今回はサーモンのムニエルで。あれ？ウグイスさん、一回ちょっとお絵描きを終了して仕事に備えた方がいいやつか。スオはお休み、チームをお休み。二人ともひたすら論理学スキルを伸ばしていってくれ。そうのコメディースキルが、コメディースキル伸ばしたか。チーは料理をしよう。あ、普通の料理じゃなくてグルメ料理スキルの方で。スオもぼちぼちでね。あ、請求書が届いている。じゃあチーはちょっと寝る前にお支払いをしよう。あと片付けもしよう。ウグイさん起きて仕事行って。さあ、スオもう一回ぐらい、今ちょうどお休み期間だから、この間にもう一回ぐらい、シオンのとこ行きたいね。ちょっと、チェスは、集中してるところ申し訳ないけど。三つ葉は、それた、おー、なんか、詐欺さんが来てるよ。招待しよう。あと、なんか、もやもやしてるわ。よし。これをなんとかしないと。キノコがどうなってんの？あ、枯れちゃってんの？枯れたのを処分しよう。そうだな。肥料ぐらいやっとく？肥料何がいいかね。肥料キノコ。これは食べかけ？しまっとけばいいの？サギさんが帰ってきたと思ったらのびのびとドリンクを作りまくる。ノスオがめっちゃ集中してる。めっちゃ集中して寝ようとしてる。
めっちゃ集中してるからな、なんかスキル伸ばしてほしいけど、でも、寝てもらわんとな。三つ葉にも寝てもらおう。地位はちょっと回復が遅い。こんなもんか。地位はもうひたすらに論理学スキルを伸ばしてほしい。伸ばすっていうかもう、もうちょいでマックスなんよ。あ、ウグイスさんがお疲れ様っす。ウグイスさんはとりあえずソーシャルメディアを更新。巣を早く回復してくれ。あとここを引っこ抜いたから植えようか。何植えよう。ブドウかな。ついでになんか水をあげよう。あっちとウグイスさんが いい感じでおしゃべりしながら飯食っての写真撮ろうと思ったのに間に合わんかった。あ、でも今取れる。よし、ウグイスさん片付けるんだったらこの辺も片付けようぜ。よし。本を読む。チー。はい、チーズ。オッケー。写真スキルを、あとどれくらい写真撮ればいいんだろう。三つ葉は、まあもうちょっとしたら起きるか。ミステリー小説も書いてもらいたいけど、スオはそろそろ回復したね。スオは起きて、シオンを誘う。あれ、ウグイスさん、暇になったの。でも、体力、あ、サギさんおるやん。ちょっとサギさんと、うん、友情のハグしとくか。そう、シオンが来たよ。あ、大切なことを教えてやって。いやー。シオンは癒されるな。やっぱりね、シオンは裸足で、ね、
Graza? Yes. そうだな。とりあえず一日は明るくしていこう。チーは、おとなしく論理学スキルを上げてもらいたいんだが。三葉シオンにも、あれ、三葉とシオンが知り合いではない。ちょっと三葉はシオンと仲良くせなあかんよ。本書いてる場合じゃない。あ、シオンにお腹を触らせてあげるという。いや、三つ葉もう、あとどれくらい？あと10時間？スオが、シオンとのメモリーが増えていってます。三つ葉は、三つ葉は体調を整えていこう。出産間近やから。さあ、スオーとシオンの仲良し具合がだいぶ伸びてはいるんだけど、でもあれだな、一生の友達になるコマンドが出んな。もうあとちょっとって感じなんだけど、そういえばチーは一人で勝手に誘惑的になって踊っとる。チーは論理学スキルを伸ばしてくれって。どこに置いた？あの本あった。サギさんも来てくれた。ウグイスさんはまだ寝てるな。あ、親友になる。なろう。あ、もうわざわざもうカウンターのこっち側に。親友になった、おめでとう。ハグしとけ。一生さん、たたえ合っとく。まあじゃあとりあえず今回はこんな感じで家に帰しますかね。よし、親友になれた。よかった。
No, Kizzy. チーのコーヒーがやばい色を発している。三つ葉さんお加減はいかが。あ、元気そうっすね。元気にゲームしてるわ。執筆の続きを。期限が月曜9時まで間に合うか。まあでもあとちょっとな。はい、というわけで今回もやっぱこの文系の方やるとわちゃわちゃすんね。わちゃわちゃがいいんだけど。で、三つ葉が出産まであと7時間。もう次回は出産かな。早えな。三つ葉も本が書き上がったようだ。お疲れさん。クライアントに送ると。さあ、ウグイス三つ葉夫婦の子供が、そう、誰を産むか、またちょっと聞いとかんとね。ちょっと次回までに聞いておこうと思います。というわけで、今回もここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。